おお、久しぶりの集まりだ。おお、みんないるね。わあ、久しぶりに静江さん見た。あ、おはようございます。ミューマ島の時刻。もろバレ、いつやってるかがね。お知らせとは少し違う。え、何？あ、美術品？あ、常吉が来てるよっていうお知らせかな、これ。北の浜辺に停泊していた船の中ね。そういえば、うちの島ってね、美術品があと1個で全部揃うんですけど、そのあと1個だけが永遠に見つけることができなくて いつまでもコンプリートできないままなんですよ。はーい。にっこり。わ、こんな格好だったっけ？ あー、久しぶりすぎて、髪もボサボサになってた。なんか、ちょっと待って、私の家の庭に写真が置かれてる。みすずちゃんとちゃちゃ丸の写真が置かれてるな。え、これなんか書いてある？みすずの写真。ん？写真の裏に小さな字で何か書いてある。3月10日生まれ魚座。好きな言葉。夢の中なら永遠に踊っていられる。ああ、踊り手目指してんのかな、みすずちゃんって。もしかして。シャンデリアも置かれてる。 今日はね、ちょっと美馬島を散策してみようかなの回にしようと思いまして。どんな島かね、みんなに見せたことなかったので。あ、そういえばこれ、巻き餌作りまくってそのままやめてるな、過去の私が。ちなみにね、ここが犬丸のお家になります。緑色をね、基調としています。で、このちょっと左のところに行くと、かぼちゃ畑がね、置かれていまして、ここでかぼちゃを育てております。もう少し行くと、ちょっとお花畑とかがね、ありつつ、ここにね、よいしょ、美術館があります。で、ここをさらに進んでいくとね、左に噴水がありまして、ちょっとなんだろうな、公園っぽいような広場みたいなイメージで置いております。ちなみにね、この辺はだいたいピンク色って感じで、確か家具を配置してた気がしますね。で、犬丸の家の下の方をね、行くと、ここにお洋服屋さんであったりとか、ね、たぬき商店が並んでおりまして、さらにその下でね、畑を耕してます。人参とかね、こうやってほら育ててるんですよ。で、このたぬき商店の左側に行くと、ここがあれだね、広場、市役所。市役所って言ってるのはこれ役所か。 別に市ではないか。お役所がありまして、あれ、これなんか書かれてるな。あ、皆さん5月19日は水さんのお誕生日だな、もん。 これ多分動画にしてる頃には過ぎてる気がするな。ん？あ、火の粉の誕生日もあったんだ。ちょっともう全然やれてないので、終わってから気づくんだけどね、大体。で、たぬき商店の下を行くと、私の母のね、ピーガちゃんの ピーガちゃんって名前で遊んでるんですけど、ピーガちゃんのお家があります。ちなみにミューマ島はね、私と母と姉の3人で共有して遊んでいます。なので、私がやってない間に何か島に変化が起きてるんですよ、いつも。 家族が遊んでるので。で、母の家の横にちょっと小さい公園って言いますかね、砂場置いたりとか、アスレチックなものをね、置いて
賑やかにしておりますよ。ビョンビョン。よいしょ。で、母のね、家の前がこうやってカーニバルな家具とか置いてね、浜辺を可愛くね、彩っております。いいよね、これ。カーニバルの家具のさ、このなんていうの、紙吹雪、このマシーンがすっごい可愛くて、私すごい好きなんですよ、これ。ね、可愛いね。よいしょ。で、この公園のね、左側に、この、被ってるレシピとかを置いて、交換する場所にしてるんですよね、ここが。あ、いろいろあるな。フルーツタルトとか置かれてる。で、ここが、島の入り口になりますね。ここが飛行場になってるんですよ。島の入り口から左の方向に行くと、私のね、姉の、なんか、ここにも写真が飾られてる。多分母がもらったやつを配り歩いてるんだと思うな、これ。なんかでもこの写真の前にお花っぽいの置かれてるとちょっとドキッとするからやめてほしいな。うん。でね、この姉のね、家の前にもカーニバルの家具置いて、ここら辺はね、青ですかね。青色を基調としてますね。なんか、この、マットなのかな?このマットを置いてると、動物さんたちが運動するっていう風になんかで見たんですけど、一向にここで体操したりしてるキャラクターに会ったことがないんだけど、いつか見たいなと思いつつね。よいしょ。で、この島の入り口から、ここくぐって、左の方に行くと、動物のみんなのね、住居スペースですね。まあ、住宅街って呼んでるんですけど、私は。ここら辺周辺はね、白色を基調にして飾っております。あー、みすずちゃんだー。過去にね、一回、みすずちゃんと出会うための動画作ったのが、もう遥か前だな。嘘、みずさん、ごめんね。お久しぶりです。もうどこ行っちゃってたのよ。まあそうだよな、数ヶ月ぶりぐらいかも。あなたがこの島にいないとなんだか大好きなおしゃべりも楽しくないし。ああ嬉しい。ミルフィーユ食べても味気なくって。ミルフィーユ美味しいよな。私あのジョイフルにミルフィーユがあったんですけど、今もあるかは分かんないですけど、あれがすごい好きだったな。とにかく寂しかったんだから、かわいい。かわいすぎ。え、みすずちゃん、ごめんね。あら、ごきげんよう。どうかしたの?あっち。このあっちって何?誰のあだ名もらったんだ、これ。すっかり暖かくなってきたわね。おかげでようやく外に出ようって気分にもなる。あ、それでジャージなの?でも朝と夜で気温が変わるから何を着ていいか迷っちゃうの。わかる。最近、暖かくなってきたけどね、まだちょっと、朝晩がね、寒いよね。あー、じゃあ温度調整できるように、あれなんだ、ジャージなんだ。この辺にもね、ジャケットとか飾ったりしておしゃれにしております。で、ちょっと左の方にどんどん進んでいくと、この辺はね、黒っぽいお部屋が並んでるんですよね、ちょうど。あ、ちなみにここはね、絵画スポットです。絵を描いていけるところですね。この辺黒いお部屋が並んでて、あ、ここがね、私の彼氏の部屋になるんですけど、ちょっと入ってみようかな。私の姉さん、姉がね、ちょっと動物さんたちのお部屋プロデュースしたんで、ついでに見ましょう。おー!こんな感じの部屋にしたんだ。私の姉プロデュースの彼氏の部屋、すごいな。シュバルツー。あ、水ちゃんって言われてる。おめえこの野郎。水くせえじゃねえか。何も言わず、どこかへ消えちまうなんて、ごめんごめんごめん。たーく、何かあったのかと思って心配してたんだぜ。うん。いや、でも元気にゲームやったり、おしゃべりしたりしてるよ。
まあおめえにも事情があるんだよな。言いたいことはいっぱいあるけど、とりあえず会えて嬉しいぜ。だぜ。うわー、好きー。うわ、この部屋かっこいいな。めちゃくちゃかっこよくないか。なんかモノクロの家具って昔のシリーズでもすごいありましたけど、今回ってあったっけ？今回もモノクロの家具ってあったんでしたっけ？あれすごい好きだったな。ねえ、シュボルツ、久しぶり。ごめんね。おう、どうした？だぜ。世間話しよう。もしかしておめえメイクしてんのか？あ、いつもしてるよ。で、俺がメイクに気づいたのが意外って顔しやがるの？え？意外かな？で、仲間の変化これはお見通しだっての。ちょっとは見直したか？だぜ。いや、これ惚れ直したわ。またね。よいしょ。でね、この彼氏の家の下らへんがね、ちょっと釣りスポットになってまして、この辺がね、釣りできるスペース、干物とか置いたりして、あ、なんかいっぱいいる。あ、そうだ、みんなに紹介したかったんだ。なんか吹き出しマークが出てる。そう、新しい子がね、何人かいるみたいなんで、ちょっと紹介しようと思います。これもしかして出ていくって言い出すんじゃないだろうな。みずくんはこの綺麗な海の向こうに何があるか知ってる？だぜ。そう、ジャックがね、増えたんですよ、うちの島に。そんなことをぼんやり考えていたら実際に知りたくなってさ。え？出ていくっていうの？これ。僕、ミウマを出て、この目で確かめに行こうと思うんだ。いや、ダメ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 。行かせませんよ。もうこの島から誰も出れません。ふふふ、みずくんにそんな風に引き止められたら君を置いてなんかいけないよ。引っ越しはキャンセルだ。みずくん、これからもよろしくね。あ、当たり前よ。なんで出ていけると思ったんだ。うちの島に来たからにはもう出ることはできませんよ。うん。お、あれ、さっきこの辺に、あ、いた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 。ネルソンが。ネルソン。あ、ミーズ、そんなあだ名だったっけ。おかえり、ようやく戻ってきてくれたんだね。ただいま。君がいない間は心にぽっかりと穴が開いたような感覚だったよ。わー、みんな寂しかったって言ってくれるんだ。優しい世界。でもまたこうして君に会えたことを神様に感謝する。優しいね、みんな。これ何ヶ月も島からいなかったのに。どんなご用かな。あ、話しに来たよ。僕はね、このミウマに来て時間に追われるのをやめたんだ。あ、そうなの？もともとじゃあ時間に追われてる生活だったの？太陽の光で目を覚まし、虫の音で季節を知る。そんな生活の中で、自分のリズムを見つけて本当の僕に出会えた気がするよ。人は時間から解放されると、かえって規則正しくなるのかもね。君も出会えるさ、本当の自分に。あー、でもわかるかも。私もさ、実はニートの時期があったんですけど。ネルソンが歌い出しちゃった。めっちゃ規則正しい生活してた。あら、みすずちゃんが座ってた。かわいい。もう降りちゃったな。で、この住宅街の上の方にちょっと行ってみようかな。この辺もね、ちょっと椅子とか置いたりして、くつろげるスペースをね、作っております。この辺も結構白だな。白を基調としてますね。で、この左側の方に行くと、また何人かの島のね、子たちのお家が並んでおりまして、ここもね、黒っぽいお家がなんか奇跡的に並んでるんですよね。可愛いんだな、これが。で、ちょっとこの左側の方にキャンプスペースみたいな感じで家具を配置してます。この辺もね、キッズテントとか置いて、マシュマロ焼いたりしてるね、ゾーンがあったりしてね。これさ、なんか最近っていうか、その後々アップデートで追加された食べ物のさ、この家具っていうのかな、これがめちゃくちゃ可愛くて、どれもすごい好きなんですよね。まだちょっと集めきれてないんですけど。で、浜辺の上の方に行くと、ちょっと映えスポットじゃないですけど、白とね、青を基調とした空間があります。結構良くないですか？なんか私に似合ってない、これ。
ここはピクニックっぽくね、サンドイッチ置いたりしてますよ。このさ、ヤシの実のランプだったかな、これがすごい可愛いんですよね。好きなんですよ。え、戻ってきた。この住宅街の上の方に行くと、この辺はね、茶色を基調として家具を置いたのかな。この上に果樹園があるので、ちょっと木の温かみを確かイメージして置いたような気がします。この果樹園を進んでいくとキャンプ場ですね。ここにたまに知らない動物さんたちが来てくれたりするのを楽しむ場所になっております。なんか果樹園とか木の並びって人の島によってこう性格が現れて面白いですよね。すごい几帳面な人とかの動画見ると尊敬するんだよな。私多分計算して物を置いてないので全体的に、うん、でこの茶色いスポットを抜けると和をねイメージして、なんか骨董品っぽいものを展示してる空間にしてあります、ここは。で少し進むとお風呂がね置かれていたり、和風の石とかをね全部置いてありますね。こっちに右側に行けると和風の橋があって鳥居があったりね。この辺は和で固めてましたね完全に。あ、ちゃちゃまる、ちゃちゃまる久しぶり。大水、すっげー久しぶりだな。ニカも、ニカもって何おいらお前と会わないだ。新しい筋トレ法を考えて。あ、そうなの。でも一人でやっててもいまいち張り合いがなくてさ、私最近筋トレできてなかったんだよね。でも最近またあれだわ、フィットボクシングをね少しずつやり始めたよ。一緒に筋トレしようか。やっぱりオイラにはお前というライバルが必要だよ、ミズ。うわ、ありがとう。みんな優しいね、こんな。お、なんだ？おしゃべりしよう。そのカシュクールワンピース、あ、これ？なかなかいいな。お前の勝負服ってやつか？あ、そうなのかもしれないね。ちょっと、いつ着替えたかは覚えてないけど。ウエスタンブーツ？今の服の雰囲気といい感じで合ってる。あ、本当？ちょっと履き替えてみようかな。おいらの気持ちだ、受け取ってくれ。 ありがとう。ちょっと履き替えてみようか、せっかくだし。これか、身につける。あ、お、あ、でも確かにこれ白いウエスタンブーツなのかな。合ってるわ、すごい、かわいい。なんかたまに変なものをくれたりするときあるんですね。色がすごい奇抜とか。え、ジャジャマルセンスいいね。ありがとう、ジャジャマル。もう一回おしゃべりしよう。アマゼオイラのロードワークコースに置くなんて誰だか知らないけどいい度胸だな。なんでもしかしてこいつを活用した新しいトレーニングを考えろってことか。へへ、受けて立つぞ。これどうやってトレーニングすんの。上に登るとか難しくない、トレーニングに取り入れるの。うん、よいしょ。この和風のゾーンを抜けて下にね行くとまた住居スペースがあるんですけど、ここがさっきおしゃべりしたちゃちゃまるのお家ですね。この辺はね、何だったかな、ウエスタンをイメージしてますね。草がいっぱい生えてるな、虫っとくか。うん、あー、火のことも喋るの久しぶりだな。あ、水じゃないか。あんた2ヶ月もどこ行ってたんだ。最後に遊んだの2ヶ月前だっけ。とにかくあんたの元気な顔見られてよかったよ。あんまり失敗させないでおくれ。ああ、ありがとう。帰ってきたってことはまたしばらくこの島で暮らすんだろう。その予定です。なら改めてよろしくね、あっち。あやー、よろしくね。みんながすごい広い心で受け入れてくれるな。で、この降りてきたところを右に行くと、こっちはね、黄色とオレンジだったかな？あと茶色？あったかい系の色を基調とした
家具とかでね揃えてます。お花畑とか作ってね。え、ちょっと待って、奥の家知らない家になってる。え、誰、ここモニカちゃん家だったんですけどモニカちゃんお引っ越ししちゃったのかな、もしかして。誰だ、入ります。え、誰、なんかすごい潜水艦みたいなワニさんがうちの島に来てる。え、誰だ、ヤマト、おめえこの島のやつ。あ、そうですよ、ビビることはね、俺はヤマト。うん、れっきとしたここの住民だぜ。あ、そうなんだ、元は。あー、これちょっとモザイクかけといた方がいいかもしれないな知り合いっていうか昔一緒に遊んだことある人の島から来たらしいですね、この子は。新規一点ってところか。これか、同じ島の住民としてよろしく頼むぜ。あ、そうなんだ。え、ワニさんが仲間になってる、うちの島の。おめえか。プシュー、プシューって何を表してるんだろう。お話に来たよ。オーダー T シャツ着てみた。あ、でも似合ってるよ、それ。なんだかんだ言ってシンプルが一番だな。落ち着くっていうか、身も心も楽だからよ。え、いいね。すごいなんかメカニック的なイメージのお部屋なのかな、この子。なんか危険なやつとか置かれてあるけどね、ここ。でもボードゲームも置いてある。工具とかもあるね。じゃあまたね、ヤマト。バイバイ。いろんな出会いが起きてるな。でね、このお家の先がね、マリオの家具置いたりとか、この辺まだね、改善の余地ありなんですけど、イースターの家具とかもね、並べたりしてます。ちょっとね、島の外観っていうんですか、それもすごい作り直したいなと思うんですけど、そう思って、早数ヶ月って感じです。この辺もね、すっごい綺麗なんですよね、ここ。お花が。せっかくだから、常吉の、ちょっと品揃え見ていこうかな。よいしょ。おー。あ、どうも。儲かってますか？今日も。どうぞ。珍しい品か。お一人様一点限りなんですよね、美術品は。でもこれ多分、全部ありますね、この感じだと。いや、買うもんないわ。ごめんね。でもこれ、何も買わずに出ると、ちょっと態度悪いんですよね、常吉が。明日。はーい。んでね、ここに土管置いてるんですけど、このマリオの土管あるじゃないですか。ここからね、ワープできるんですよ。入りますよ。で、ここに戻ってこれるという。せっかくだからコーヒー飲み行こうかな。よいしょ。ああ、フータがお休み中だ。この喫茶店増えたのもすごい嬉しかったな。マスター。お、いたいた。マスター、ちょっと一杯お願いしますよ。お待ちしてましたよ。今日のコーヒーはどうしますか？あ、お願いします。うん。お、入れてくれてる。このマスターの動作も細かくて好きだな。カフェの BGM すごい落ち着くんだよな、ここ。本当に。あなたのための特別な一杯お楽しみあれ。いただくか。苦ーい。ちなみに、本物の犬丸も苦くてコーヒーは飲めません。癖になりそうなビターテイストだ。飲めるようになったらね、自分の世界も広がるんだろうけどな。ありがとう、マスター。いいえ。また来ますね、マスター。よいしょ。ということでね、久しぶりのミューマと、
でした。もう超久しぶりに集まりで遊びました。やりたいことはいっぱいあるのにね、全然動画にできてないので、またちょこちょここうやって集まりとかをね、遊んでうちの島をみんなに見せたいと思います。みすずちゃんとね、一緒にお別れしようと思います。バイバーイ。